願いします。お願いします。黒ひげ危機一発。はい。でしょうね。はい。完全に黒ひげの中の人だな。飛び出た黒ひげをキャッチしていただく。これをそうそう抱きしめてもらえる。抱きしめてです。開けるよ。うわぁ、うぇぇぇすごい、こんなんあるんだ。どれが飛ぶかわからないんだ。全部飛びます。全部え、一個で飛べるのこれ。ゼロ個だったから。おぉ、何ゼロ個ですか。いや、一つだったから。え、二つだったから。そして今回船長と勝負していただくのはヌードラーの富永龍。3つ取りました。すごいね。すごいすごいね。すごい。そっくりやん。そうです。そっくりだよ。怖いよ。あ、まだ来ないんでね。おい、7個目でかい分すごい時間かかるじゃない。起きそう。来い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 。うわあ、どうも、フックです。ちっせえな。ちっせえなって誰。いや、誰、ちっせえなって誰。ちっせえな。小西亮生です。この黒ひげは勝つ。あ、痛い、あ、痛い、痛い、痛い。だもん、着地点が、着地点が、着地点が、こいつと同じやり方。めっちゃ無理なんです。怖いですよ。あれ、これ取れないかもな。船長頑張って。取る準備してさ、さっ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 と。怖っ。すごい変な瞬間なんですこれの。取りそう。いただくのは副船長。理想の決勝戦ですね。リーさんはね。最低限の説明最初に必要だったんだ。ピーターパン待ってろよ。7月23日から始まるブロードウェイミュージカルピーターパン。陸上山雲以上。ありがとうございます。
すいません、間違えちゃった。ちょっと最初バラバラですけど